メロン大好き。大好き。すごい。すごい。テーマ。チャミスルハンビョンジュ専用。おお、寒い。やばい。わあ、見て。ほらほら。今日はいいよね。あ、でももう紅葉終わってる。さすがにこの気温だったら紅葉は終わるやろ。紅葉が楽しみだったのにもう終わってるし、あのさ、レベルが違う。肌が痛い。さっき、今日は何食べるの？今日お父さんが食べたいって言ってたから貝食べる。貝。おお、へそんぶん。はい。チェーカジャン昭和ハヌンコ貝とっぱろがせよ。貝鍋が2人分。おじいもとかセウとかいろんなの入ったやつだから、それが入ってるやろ。あの写真で見てたやつ。ソジュチャミスルチルロ。あ、チャミスル。왔다여기저기전걸2인분하나랑요아소주소주한그활낙지한마리추가자초사하지메테고한食べるご飯じゃどんなのが出てくるかわからん。待って、今までさ、戦争料理は食べたいって俺は言っといたのに、それが食べない、食べれないから嫌がってたからね。今日はだから楽しみですよね。期待が大きい。儀式。どうしても左利きだから、なんか大学でも一人で酒ついで一人で継がせたら、その向かい側にいる人が彼氏彼女ができないとか言われてる。はい、一人で酒を継がせたら向かい側にいる人に彼氏彼女ができない。じゃあ今お父さんがこうしたら、お父さんさやができない。見やがる。その配慮が足りない人ってことで、なんかそういうことね。マジで初めて聞いた。初めて聞いた。でも大学でもだから、あ、彼氏彼女できないよ。あ、そうなの？マジか。そんなのある。でこうすりゃこの人は失礼なんだ。だからこの人がもう配慮が足りてないってなるわけ。でもなるだけこう入れていいって言わないと。タイミングを見計らってってことで。それは失礼しました。宮名森だ。今こんなふうにしてお父さんが今一人で着いたから、さやが彼氏ができないのはお父さんのせい。なってもねだから、これやばくない？2人分。これトッピング。さっきの、マンドゥ、マンドゥナクチ。これはサービスで出てくるやつ。右じゃないから右手でハサミ使う。違う、ベンソンチャビオソ、オルンソンのカイチ持ってる。ティーキムっていうのは揚げたもんってこと？うん。これ下に下ろしていいんじゃない？食べてみて。サルモンケスミだ。キムチ美味しい。美味しい。うわ、危なくて危ないね。さや、ケリーがいい。あ、俺とさんこれがいい。トゥッコービだよ。怖くない？怖くない。それガモガエル、アオガエルじゃないよ。それガモガエル、トゥッコービだよ。こうはないんだ。それないよ。うわ、これちゃん、これお酒なんでしょ。うん、それ操縦の。これケリーって新しい最近出た瓶。これいいね、可愛い。はい、ツッコミ可愛いかな。持って帰る。いや、その叩き方に意味があるんだ。わかんない。花ーとーさんどーおーおーおーあたたたたた。うわうわうわすげえ。おおちょっと待って待って待って。おおやばいやばいやばい。うわ、美味しそう。やばい、これはうまいぞ。うまーち。いただきます。熱くない？
あ、こっこれつけたらいいの？それチーズや。うん、あ、おいしいね。うまい。あ、うまい。間違いない。これはうまい。これうまいわ。チーズ。チーズだけ。チーズ追加できるからね。はい。あ、うまいうまい。これはうまいね。あのほら、大学受験前に来たでしょ、うん、あの時に食べたよ。 あれもうまかったけど、こっちの方がこっちの方がうまいね。量が、量が、量が、量が。お父さん、この韓国のおでんも食べてって、ね、あくっ、あくっ。うん、おいしい。エディー、うん、あ、釜山おでんを思い出す。うん、これはいけますよ。これはうまい。おいしい。おいしい。これはマジでうまい。頭持っといてあげる。頭持っといてあげる。ああ、トップなんか出てくるみや。まあ、まだまだまだ。隅だ隅だ。トーマンじゃない隅が。うわあ、真っ黒。あのこのさ、韓国はさ、ご飯食べるときにハサミでちょくちょくするじゃん。うん、日本はしないじゃん、ハサミでちょくちょく。もうなんか慣れた、うんうん、慣れた。あ、うまい。なんで、出汁がもう超うまいの、うん、うまい。エビを食べてみる、エビ。あ、うまい、うん、洗って食うけ。ねえ、お父さん、炭が垂れる。これ、外す、うん、外そう、外そう。でもこれ見て、黒い、真っ黒になってってる周りが。ほら、これでも美味しそうだよ。あ、これスープがマジでうまい。うまい、うん、食べない、食べないんだけど。今までで一番、ナンバーワン。熱そう、飛んでるぞ。カルグクスでしょ。カルグクス、刀目。だからあのインチョンとかサヤはさ、よくカンハドとか行ってたじゃん。カンハドはなんかパジラカルグクスが有名で、一回食べたの。あ、それを一個一個買うよ。あ、これはうまいぞ。絶対うまい。これじゃ手打ちうどんってことだよね。うん。焼酎もう一本頼む。うん。カキとかさ、なんかムール貝とかいろんな入っててさ、普通何円くらいする？これアサリじゃなくて、結局はハマグリでしょ。だから一人5000円ぐらいで、いくらなの？5500円。2人前が、うん、半額ってこと。ノムサイル。日本でハマグリ高いの？いや、ハマグリ高い高い。ハマグリは高い。ムール貝はほら、だいたい冷凍で輸入されるんです。でもハマグリはだいたいほとんどハマグリってことはまずないの。出てくる前にもさ、こんなマンドゥとさ、タコのさ、ティギンみたいなのが出てきたじゃん、うん、これでこの値段だったらめっちゃいいよね。
日本で言ったら多分日本で貝そんなにあんまり、うん、こう貝メインでそんな食べないからもっとさ高いよ。だから人がこんなに多いのも理解だよね。間違いなく美味しいじゃない、うん、これエキスが、まあ、もう貝の出汁が全部出てる。それと鍋ってさ日本では最近嫌われてるわけ。人とこう寄せてこうコロナもあったから鍋はみんな避けたでしょ、うん、でも本来鍋はみんなでこうみんなで食べるからいいのに、ね、ゆっくりゆっくり過ごすでしょ。だからいいのにね。あ、政府だってお父さん行ってきて、ちょっと行ってきて、その気持ち美味しかった。もうちょっと絶対うまいよ。牛肉いや絶対うまいでしょ。じゃあ頼む、うん、これは美味しいでしょ。これは絶対うまいでしょ。韓国ではさキムチが美味しいお店が本当に美味しいお店みたいな感じで言われてるけど、ここのキムチっていうか全何点くらい正直、うん、正直よ、うん、前の、うん、いろんなもの食べさせてもらったけど、うん、まあ、正直ね自分の一番大好物だからかもしれないけど、ここのキムチは、うん、かなりトップクラス。何点ぐらい？お父さん的にはうわおありがとうございます。感じたはん、はんこぎ？わからない、はい、キムチはだから今までの中ではトップクラス。トップでもお父さん的にはまだ辛くてもいい。ああ、もうちょっと辛い。でも9点くらい。あ、目に入った目に入ったあー、入った入った入った。あー、美味しいね。美味しい。いや、てかあの、まろやか。これくらいでちょうどいいかな。このままでが一番うまいんじゃない、うん、今もだって十分に海鮮の出汁も出てる、うん、うまいうまい。いや、ここは当たりかも。ね、日本にさこんなお店あったらさ、うん、めっちゃ人気になるかな。まあ、間違いない。人気だな。新大久保とかにないのかな。鶴橋とか、鶴橋とか新大久保だったらありそうだよ。鶴橋と新大久保は焼肉とか、まあ、確かに焼肉そっちがメインで、こういった海鮮系はないから、うん、でおまけに多分ねチーズはついてない。確かについてない。チーズついてない絶対これはない。あ、これはあったとしてもよ。あのさ、この前の人さんでもさ、買いにさ、チーズだったじゃん、ホタテに。そうそうそう。ただ、これはまあ、ギリあったとしても、これは絶対ない。確かに。さやか、今回は、1週間ないけど、はい、この前がさやかと最後の韓国旅行だと思ったけど、まさか来るとは思ってなかったから、まあ、これで最高ですね。乾杯。乾杯。1週間楽しみましょう。今日は何しこんな遠いとこまで来たの？今日はジャージャー麺食べに来た。なんでこんな田舎にジャージャー麺？ジャージャー麺なんてどこでも食べれるじゃん。なんかここのジャージャー麺特別らしい。ここだって今まで韓国に何度も来てるけど、キョンギ道で降りることないがね。キョンギ道なかなか来ないよね。まあさすがにこの前回チョンジュ一人で行ったけど、うん、ここは一人じゃ降りないだろ。ここは難しいよね。ネットで探さん限り。これ、うん、ここ。さやか、ジャージャーミョンって中華的なもんなの？中華だけど、中国ではあんま売ってないんだろう。あ、ってことは韓国式タンになるわけ。うん、なんじゃない？よし、オッケー。オッケー。おお、くんちゅん、大の中、うん、くんで大、ちゃんぽん、おっこ、おじ、とるちゃんじゃんみょん。あなせよ、ちょろふたとりむいだ。いごとるちゃじゃん、くんちゅんはまらんよ。めんてじかいびじ
큰 걸로 먹을 수 있어요. 두 분이 좀 많으실 텐데. 이거 포장. 네, 반 포장하시고 반 드시고. 네, 네, 네. 네, 감사합니다. 와, 스팀 무슨 말이야? 아리가타 이 스팀. 네, 그런 데서 그 찜기가 서비스돼. 지분들 요리 수를 스타일은? 미터 있네. 내길까나 해볼까요? 해볼까요? 아, 그래다. 오, 난다. 아, 그래 파정? 응, 미타이나 간지잖아요. 노래 그라야 브라이랜드. 거래를 해야죠. 손나 이빨이야. 적당해. 그리고 또 우리 오토산 이쯤은 1人で 1人 그라시 나가 갔다 가라 되기를. 네. 타이와 요리 되기는. 나 대파가 오이 허가 있냐. 오라. 다음 거래 되네. あのお好み焼き的には待つわけです。なんか失敗してる気がする。あ、嘘？マジ？おお。じゃあラスト。花アトルセ。おお。これ美味しい。でも何スープ？いや、あの大根だよ。大根だよ。無でしょ？うん。玉ねぎもでも入ってる。これもでも。たるもっけすみだ。いただきます。おって、おって。うん、うまい。うん、食べますね。おお、めおよ。うん、ね、辛いって。めお？めおよ。めうんこ大好き。大好きです。うわ、でもめ辛そうね。だってめうんカルビチンって書いてある。おお、初めて見たね、このスタイルは。これエプロンなくていいのか？いや、なくていいよ、絶対。パコ女性よ、パコ女性よ。あ、あら、怖い怖い怖い。麺一杯取りや。おじんを。おじんを。おじんを？これこれおじんをじゃないの？あ、さっきなくち？これタコじゃない？あた、あ、タコか。いただきまーす。これはどれに入れてくるんだ？こうでいいのかな？うん、一緒でじゃ、一緒に食べたらだって辛くないって言ってたじゃん。いただきます。ちょっと持ち上げて食べていい？うん。ちょっと好きそうだ。あ、うん。うん。甘くない。甘くない甘くない。お父さん正直、うん、ジャージャー麺好きじゃなかったじゃん、うん、ココナ食べれるね。あ、いける。だってお父さんチャパグリとかも切る。あ、チャパグリだっけあれ。これだからジャージャー麺を食べてて辛いものと甘いものってほら今までこう経験がなくて、うん、あんまり好きじゃなかったから、お父さん何だっけあれ、トッポッキ、トッポッキのとジャージャー麺は食べてこなかったけど、うん、これはうまい。うまい、美味しい、うん、マジで。今までのジャージャー麺のイメージじゃなくて、うん、あ、確かに。あ、なんかそんな感じだね、うん、てか、こう最初からさ、絡まって出てくるのめっちゃよくない？あ、なんかジャージャー麺ってこう一回一回こう混ぜるのいいやじゃん、うん、これもう混ぜてさ、全部さ、具材もで一緒だからさ、海鮮も入ってんのいいわ。うまいうまい。これ冷え麺、いつもずっとあったかいまま食べれるのがいいよ、うん、これマジでおいしい。これならいける。だって今までだって空港とかで時間つぶしに食べたジャージャー麺とか、クソ甘っ、あいうい、クソって言ったらダメなんだっけ。クソダメだ。うん、たくあんと食べたら美味しい。最後みんなたくあんでこうソースにつけて食べるの。あ、そうなの？マジで、うん、難しい。これは今まで絶対マジで一番美味しい、はい、あ、火あるわ。あ、これも熱々なんだ。熱々だ。え、じゃあ冷めてないってことだ。冷めないんだ。え、あのさ、うん、なんでさ、帰り中にさ、うん、なんでジャージャー麺なんだろう。あんま聞いたことなくない？だからお父さんのイメージでは甘い辛い、辛い甘い辛 辛いだけど、ここのは甘くないから、うん、あ、でも名スタイルや。でもこれが辛いのかな。ソースべったりつけてる、うん、辛い、うん、辛い、うん、あ。ああ、確かに辛い、ね、辛い。ああ、うん、結構辛い。ん、何が合うかな、この料理に。ビールじゃない？ビール？でもサヤは飲まないよ。サヤもう昨日飲みすぎたもん。サヤめくちはんじゃん、けんじゃない？頼む。うん、サザニーン。あー、かまさみだ。かまさみだ。ああ、結構くるね。誰かがまたさ、ぴょんたぎ、ぴょんたぎって言うんだ、そうだ、ぴょんたぎがさ、なくてさ、なんかスプーンでみんな、こうやってビール足でこう挟んで、ポン！あー、結構くるぞ。あー、いただきます。おいしいよ。でも辛い。辛い。おお、辛いね。うん、でもおいしい。え、この、この麺がめっちゃおいしい。麺がおいしい。これうまいね。うん、今日は
これはうまい。でも結構メウンゴだよ、メウンゴ。だって、だってメウンカエビチムなのにさ、辛くなかったら残念じゃない。でも、さやにはちょっと辛いわ。うまい。あ、マジうまいぞ。でも、辛くて鼻水が出る。コンボル、コンボル。辛い。これめっちゃ美味しい。ね、スタイル。お父さん、美味しい、大好き。あー、でもこっちはこれうまいな。みんなさ、思うけどさ、こんなん食べきるのかな。ね、今日はいけるかも。いける？あ、でもパジョンがある。あー、そうや。いやいや、でもこれは楽しみやん。なんか韓国の料理たちってさ、量がさ、いっぱい出るじゃん。で、キムチとかさ、パンチャンもさ、辛い。ね、これ入れたからね。ビール飲めばいいやん。辛い。結構日本人には辛い。バーンってくる。日本人には辛い。ちょっとバーンってくる。あ、今ちょっとほら、あ、もうだって鼻水がくむる。あ、でもこれ美味しいね。うん、え、でもさ、これまだずっとあったかいよね。あったかいあったかい。この値段でさ、2900円で、一人当たりさ、これだけで考えたら1000円せんのや。お、あ、そうか。おう、だってさ、こんなにイカとかこんないっぱい入ってんの。鼻水が止まらない、これ。うまい。でもこれスーパーやったら失敗やったな。落ちてくれ。すごい。え、ねえ、ほ、だって一人でこのこれ食べきれたら、うん、あ、50% 割引券くれるんやって。次、次回使える。違う違う、これ頼まなかったらいけるんじゃないか。え、でもみんな当選してる、挑戦してるってよ。でも失敗してるってこと？どうなんだろう。あー、やべえ。うまい。うわ、汗がやばい。タム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 。でさ、これ大きいのじゃん。半分ポチャンしてもらってるじゃん。うん、え、量多いやん。だからこれの、え、これはだから実際には半分ってこと。これ、うん、だから半分はもうこっちやん。あ、だってこれ3分の1だって。これ、これだからあとまだ倍以上あるね。あ、でも楽しみ。っていうか鼻水がやばい。これさ、冷めても美味しそうだよね。だから最初からもう出す前に、あ、ポジャンを作ってるってこと。ここでは絶対私が食べきれないから、もうここでは絶対2人だと無理なんで。あ、入る。でもだってお母さんなんかもご飯作ったり嫌じゃん。あ、そういう時にもさ、これ、ね、ご飯食べたついでにこれ持って帰れたらさ、あ、これが3分の1で、これ3分の2のシステムはさ、で、そのこの値段でしょ、うん、やばくない？いいよね。でもこの配慮はいいよね。初めから持って帰ってみたいな。韓国のさ、なんか女子高生とかさ、うん、めっちゃトッポギとかさ、マラタン最近食べに行った。それマラタンも辛いじゃん、ストレスとかさ、ストレス解消もだけどさ、うん、あ、そういうこと。辛いのはストレス発散でなるわけ、はい、ストレス発散で発汗だろ。でもなんかみんなイライラした時とかめっちゃ辛いもの食べたくなる。食べたい。張り付くから。やばくない？味をしきる部分が混ざってる。ああ、辛いよ。あ、でも今回で一番辛いかも。今回食べてきてる中では。あ、でもうまいな、これ。さやか食べなかったおつさん、どんどんおすすめでいってる。さやだって辛いのあんま食べられない。好きなんだけど、今のさやの胃の状態的に、薬とかも飲んでるから、なんか合う。やばそう、辛いの食べたら。さやの友達たち、辛いの食べれない、あ、いるわ。キムチも辛いっつってる。あー、これうまいな。辛いけどうまい。腹立つわ。予後生たちがストレス解消に。そういう友達たちは辛いタッパイかヨッキトッポッキ、あの辛いやつをいつも食べたいっていう。ストレス、日本人感覚ではストレスを解消するにはならない、ね、ならない。お父さんはほら辛いの好きだからこう食べていけるけど、普通の日本、一般の日本人はこの辛さは食べれないかも。だって、あれならはずよ。わ、お父さんですらこんな汗かくんだよ。これはうま、うま辛だ、うま辛。まだ熱い。いや、もう消えてるよ。熱っ。熱っ、熱いから辛さ倍増。水飲んでて、水。ああ、びっくりした。やけどしてる。お父さんが家族で観光に来たじゃない。うん、で、3人でさ、ソウルタワー登ったよ。覚えてる？
覚えてる。その時にさやか、お前お父さん韓国人知ってるぞって言って、うん、アイゴチケッタとか言ったら、なんか周りがめっちゃ爆笑してて、でお父さんその意味を知らないから、アイゴチケッタって俺知ってるでしょ、韓国語喋るでしょとかって言ってたら、でそれを聞いた瞬間にああみたいな。結構歩いたもんね、ソウルタワーのところも。さやかと来るとね、大学生でお金もないし、平均1日20キロ歩くんだよ君と観光すると。歩く食べる歩く食べるだから、まあいいのよね。基本毎回思うけど、ヘルシーなんですよね韓国料理って。ヘルシーか、あ、今日はヘルシー、今日は違うかもしれないけど、この前のもヘルシーか。ヘルシーじゃないっけ、で豚でしょ。ね、違う、そんなこと言ったら全部一緒や。豚寿司もそしたら魚に米でしょ、大丈夫じゃん。違う、カロリーゼロ。あ、美味しいもの、あ、そうそうそう、違うよ、輪っかが空いてるものカロリーゼロだから。食べても汗かいてるからカロリーゼ ロ。正直お父さんが避けてた料理をなんで連れてくるのかって思ったけど、これは違う、これ違う。ソウルから結構かかったよ。だから京畿道でしょ。だって今までこう高速バスで通過するとこじゃん。そうだよ。お父さんが言っちゃ悪いけど、だからあんまり好きな、好きじゃない料理、これもいいんだけど、あのさ、また来たいって思う。ここまでさ、この時間かけてもさ、うん、食べる。韓国は、まあ、平均してよ、うん、年に、まあ、2回から3回遊びに来るでしょ、うん、まあ、ここさやかがいるから、いたからっていうのもあるけど、辛いもの食べたいって時に日本じゃないわけですよ、うん、鹿児島にあるところ。日本の韓国料理って甘いじゃない、やっぱり日本で食べるんだったら。だからさ、ちょっとソウルからと起きてもここはちょっと、ね、うん、と思う、うん、初めて、正直初めてジャージャー麺を美味しいと思いましただって今まで避けてた、食べるって、ああ、いらない、いらない。でもちゃんぽん、お父さんがこれかちゃんぽん、海鮮ちゃんぽんだったら、でもこれだったら食べる、食べる食べる食べるこれだったら遠くに来ても食べる価値があるっていうのはこれがある。あ、これも一緒に食べる。なんで見て、これ、これメインだけど、こっちがめっちゃ美味しい、こっちうまいよね、これと、いや、これはうまいね。こんにちは、セドラゴハムリダー、オヌルドチャルプッタトリムリダー。今日は、実は一人でスウォンに来てます。韓国でこういう料理があるみたいで、マジで簡単なんですけど、すごく綺麗です。スウォンヘン君に向かいます。なんで一人かっていうとですね、今日はあの娘が野球部のマネージャーをしてまして、同期会じゃなくて先輩たちが集まる飲み会に行ってるので、今日は捨てられました。なので一人で遊びに来ました。スウォンに美味しい牡蠣のお店があるって聞いたので、そこを訪ねてやってきました。ものすごく楽しみにしてます。娘はあの海鮮料理が食べれなくて、特に貝が苦手なので、娘と一緒に来ると実際貝とか食べれないので、今日は一人でモリモリ食べたいと思います。おー、すごいですね牡蠣の貝だらけじゃないですか。日本ではこの牡蠣の殻を結局崩した後に畑に撒きます。でカルシウムを取るんですよね。ものすごく美味しい店だと思います。これだけ食べてると思うので。こんにちは、面白そうなお店に入ってきましたね。一人でご飯を食べないといけないので、今日はその牡蠣の有名店に来たんですけど、これも実際初めて見るマッコリですね。これはスープなんですかね。でも中身はどんぐりって聞きましたけど、どんぐり、これでいいのかな、いっちゃうか。うえ、これ天然だ。えい、振ったらダメなの。日本で飲んでるのとはなんか少し匂いが強い気がする。おお、すごい、手間手間、うわ、手間ゲスト無理だ。これすごくないですか、やばいですね。売りたるコンベ、いない娘に乾杯しましょうね。あ、柿もこれで食べるの、食べてみますかね。柿もこれで食べるのか、すげえな。食べてみますかね。
サルモンケースね。あ、とりあえず日本だととりあえずビールから始めます。でも今日はとりあえず、まあ、前も言ったんですけど、サルモンケース無理だって言うまでは日本人は正座をします。でも今もういただきますが終わったのであぐらをかきます。よし。これいきます。いただきます。うん、うまし。これでいく、いきますか。超うまい。あああ、もったいないな、これスープが。これは日本でも正直初めての経験です。実際柿を一人で食べることはまずないですね。食べるとしたら柿小屋ってやっぱりあるんだけど、そこで大体こう殻がついたまま焼いて蓋が開いて自分で開けてっていう食べ方なんだけど、こういった食べ方は正直初めて見ました。もう割ったのをこう蒸されるというスタイルは初めてですね。多くても1人 4,5 個出てくればいいんじゃないでしょうか。サンチャンなのか、まあ、どこに行ってもこれは見るような気はしますけど、こういったので食べたり、この量っていうのは非常に多い。でも日本だと正直このまま、まあ、イリボンスタイルです。これだけの量があると実際味に飽きると思うので、これはいいかも。これは交互でいいかもね。こうしてこうしてって交互で動かしていく。もったいない。おお、うまい。よく美味しいです。これいけますね。これうまいね、マジで。チンピョンチンピョンチンピョンチョンバス。マッコリの値段的なものは実際どうなんだろう。日本の価格のなんか3分の1ぐらいのような気がしたんですけど、650円から700円1本あたりがですね。チャミスルにしても日本と比べたらやっぱり3分の1のような気がしますね。このマッコリとそのジャガイモの縮みがすごく合うらしいので注文してみようと思います。私は大阪で生まれ育ったので、実際お好み焼きのイメージなんですよね。薄いお好み焼きっていうのはジャガイモを使った縮みっていうので、また私が今想像しているものと実際出てくるのがどうか楽しみです。ハングスタイル。いきます。うん、まあ、うまいです。正直もう寒くなってきてると、フグ、ポゴ、テグ、タラですね。テグ。特に冬の鍋のシーズンには日本はよく食べます。でも牡蠣は日本では高いので、その値段がちょっと正直わからなくて怖いですけど、その多分安い方でいつもこう驚かされるので。韓国では、ね、で値段を聞かされるととても驚いて、あ、また韓国は羨ましい国だなと思うと思います。ザ・牡蠣の山盛りは想像してなかったですね、正直。よかったら皆さんも一緒に乾杯。うちの娘がいないから、うち娘に乾杯。私一人で娘に捨てられて、お父さん一人で韓国語できるでしょ、遊びに行きなさいよとか言いながら捨てられたんですよね。この前はあのチョンジュに行ってきました。チョンジュもうすごく気に入りました。なんでかっていうと、日本でいう京都ですね。サダニムタオルマエ
3万5千円。安い。チェイ安いっすね。マジか。じゃじゃん。じゃじゃん。思ってたよりぶつ切りというか食感があってうまいです。サザンリンからマッコリにはこれが合うって言われて、ね、あれどこに行ったのかな。娘が海鮮チヂミの有名店に連れてってくれたら、もう場所覚えてないんですけど、韓国語教室の先生から教えられたところなんですけど、これを炭で焼いてて、その炭の香りがして美味しかったですね。うん、初めてその撮影してもらった動画がなんかそうすごい視聴していただいて、自分も驚いてたんですけど、なんでそんな仲いいのってかいうコメントとかあって実際驚いたんですけど、さっきも言った通り私は離婚してます。一人で娘二人をと母親との生活を見て、だからからかもしれないですけど仲がいいっていう思いもあるんですけど、長女は4歳、私と同じ4歳から武道を始めました。それから高校まで同じ武道を競技している時は、私は多分娘からすると鬼でした。暴力親父でしたね、正直。だから同じことしている間は私が娘の師匠なので、もう叩く殴るは当たり前でした。でも離婚をして娘がその剣道武道を離れた時点からは、もうあの私の弟子ではないので、あの優しく変化したのは、そこからそれがターニングポイントかもしれませんね。娘たちは面白いことに、あの恋愛相談とか私にするんですよ。離婚する前も母親に言えないことをなぜか私には喋るんですよね。お父さんって、お姉ちゃんって彼氏いないんだけど、その妹がどう思うとか、あ、皆さん多分下の子は見てないんだと思うんですけど、下の子は私に似て短気なんですけど超モテるんですよ。だからお父さん今日ねって3人から告られたよとかって言ってくるんですよ。娘が恋の相談を私にするんですよ。友達に言ったら、お前幸せだなって正直言われましたよ。あ、電話来た、電話来ました。もしもし、うん、今ね、さやか大丈夫なの。今では今さ、スワンでご飯食べてるんだけど電話してみようかなと思っただけで、やべえぞさ、あのね、柿の量がね、一人ね25個ぐらいあるんですよ。あ、それで3500円だって。だからやべえ。電話してこないでって言われました。今から飲むからと。そうです、いまだに言われるのは、冬の寒い日に野外で稽古することがあって、その時雪が降ってるんですよね。雪の中を裸足で稽古させたことがある。でも絶対そのきついことって覚えてるんですよね、子供たちは。だから多分武道が一つ柱になってて、それできつかったこと、きつくても楽しかったことが土台になってるので、他の家庭と違って仲が、家族同士仲がいいの、多分その基礎が、今でいう虐待かもしれませんけど、その厳しさがあったから、それをやめた今は楽しく過ごそう。どんどんこう成長し、私も成長してるし、娘も成長したわけだからかなと思います。正直もう韓国大好きです。30年前にも韓国に来たんですけど、今では多分全く違う感情でいますよね。日本で韓国の悪口を言う日本人がいたら、何言ってるのって、韓国ってこういうとこだよっていうことを私は言うようにしてます。それメディアに関しても、韓国は多分歌にしてもドラマにしても多分世界で一番いいですよ。ソウルとか韓国の人たちの人の人情っていうのは、私大阪で生まれ育ちましたけど、関西人と全く同じだと思います。道に困ってたら、あ、おじいちゃんおばあちゃん一緒に行こうかって、大阪で生まれた人間はそうします。でもここも同じなんですよね。車椅子の母親をソウルに連れてきたことがあって、その時にある時もう階段しかなくて、でもその時に若い子が 4,5 人来てくれて階段上げてくれるんですよね。でそれを当たり前にする姿をすごくかっこいいと思いました。
まあ、あと3年は日本にいてくれるので就活を兼ねて、まあ、娘に頼ることなく自分の時間を楽しみながら仕事して、こんなして大好きな韓国に来てっていうのを繰り返して継続したいと思ってる次第ですね。너무싸요너무싸요진짜 、네、 너무맛있었어아맛있게드세요 、예、 다시오를게요네감사합니다감사합니다지금은코로나가始まった頃だったので4年ぶりですね今日あれをあれをしてほしいできるあれってバスタオルですよフェイスタオルでできるのこんな頭がピタッとあんなゴワゴワできるのシムジルマンはあれでしょう、あの手具でさ、あの時に結局ホテル取るよりもシムジルマンでいいやとかって確約する欲をしたじゃない あの時以来ってことでしょ。あ、お父さんがコンデに留学した時だよ。でその1週間留学が終わった後に結局行ったわけでしょ。 そうだ、終わった時に記念でその時に結局そのトモコも一緒に行くかっつって、あのコロナが大流行して始めて、テグがそこホテルもよりもこっちの方がいいんじゃないってなって、そうだそうだ泊まった。それが私は初めてだもん、お父さん初めてで、はい、あそこアイスバーン、そんなに冷たい。やってみて、最下アイスバーン友達たちと行って無理だった、寒すぎて。あ、冷た、寒。あ、意外といけるかも。あ、意外といけるかも。これ外の方が寒いんじゃないの？お風呂入った後だったら寒いちょうどいいのかもね。今は外の方が寒いから全然寒さを感じないですね。さよ、一回入ってみない？でもほら外が寒いからそんな寒くないはず。外が寒いから多分あんまり寒さ感じないのさ。なんか飲んでいい？うん。お金は？お金なくてもいいよ。お金ないよ。どうしてる？ああ。これでピッてしてお金後で計算。ああ入り口でね。うん。あれ掘りちゃか。湿気燃え？湿気？湿気湿気払う。うん、試しの湿気飲んでみる。さやビタオベ。はい、オッケー。ヤンモリおって、ヤンモリおって。器用。うん。器用。顔が。ヤンモリ器用。なんだ。これが湿気。ああ。湿気。湿気ってなんていうの？生姜なんかな。あ、生姜だけじゃねえぞ。あの生姜と。何の味がする？あ、生姜と小豆の味がする。マシっす、マシっす。でも中身がわからない。小豆入ってない？え？エビ？そうだよね、多分。発酵飲料、生姜？え、湿気って何なんだろう。韓国伝統の発酵食品。松の実、夏目、柚子。あ、柚子わかるわかる、あるあるある。松の実、夏目。湿気の隠し味として生姜とか柚子茶を入れることが。ほら、柚子も入ってる。あ、生姜もあんまり好きじゃないじゃん。だからさ、あんまり飲めない。さあ、あのもう最悪の手段としていつもシムジルバン使って。泊まるとこはなかったらってこと？体がもう大学で寝ちゃ、疲れたっていう時にちょっと資本分けとか、ところで卓球とかもできたりです、できるところが場所でね。そうだから卓球とかしたりとかビリヤードとか友達としたりするもしてたから、UFO キャッチャーとかもあるし、 UFO キャッチャーあるところもあるから、 UFO キャッチャーみんなでしたり遊ぶ。日本のまあ温泉ランドでもあるし、うん、健康ランド的なものでもあるし、温泉もあるし。それはお風呂にさ、韓国のワンルームに住んでたからシャワーしかなかったから、お風呂に浸かりたくなったら来てた。まあまあでも健康、日本で言ったら健康ランドのちょっと手軽バージョンって感じで考えた方がいい、うん、簡単バージョン、うん。でもこんな、ここは あんまりお部屋の種類少ないけど、それがいつも行ってたところは種類が5くらい、あの熱いやつの寝転ぶところが一つ一つに分かれてるやつとか、いろんな部屋がある。でもやっぱりソウルの中のところだったら1500円、1600円とかする。まあだからホテルに泊まるよりもちょっと、だからみんな、まあ、一人旅とかだったらチムジルバンだったら風呂も入れるし、綺麗な洋服で寝れるしってことで、ご飯たちも美味しいし、ね、あ
これはカップラーメンだからそんな、なんか他にこうなんか作ってもらったりできるの？それラーメンとかできるとか、この卵をみんな頭でカチン。あだから試験勉強とかをあ徹夜するもんねみんな。だからその徹夜明けとか、そうそうそう、まあ、帰る手段がないから。簡単にシャワー浴びたいなとかっていう時にも利用できるし、ちょっと気晴らしに卓球とかまでできるし。あチムジルバンだったらさ、あれじゃない水量とかも気にせず目いっぱいお湯が使えるってことですよ。あとお風呂に浸かれる日本人、あのやっぱ疲れを取るにはお風呂に浸かれないのしんどいから、そのシャワー文化で熱きついってことね。たまにね、だからそういう時に使える。あれ食べてみる、一個一回食べて、一個お前やくんけめちゃまで正義、うん、いや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 笑ってないし痛いもう割れないじゃん。割れない、待って折れない。お前、うわ。でもさ、日本はここ終わるよね。ちょっと待ってください。やだやだ。やだ、やだ。違う違う、もうちょっと強くなって。あれ？うわ。あ、折った。穴が開くが。いった。どうやらして？おでこがいいんじゃない？やだ、いった。めっちゃ割れたよ。でもなんでここに開いてるかってさ、ここをカチンってするじゃん普通は、うん、直接的にガチいかないでしょ普通。あ結構な燻製だね、うん、あれこれ粗塩じゃない？ほら、うん、うん、ほらでも、うん、ソフムが粗塩じゃない？うん、あ粗塩使ってないっけ？これ燻製したらチーズっぽい味しない？これ私だけ？わかんない、俺なんでできないんだろう。やだやだ、自分だと炎上するから。えだで飛んだし、だもう朝になってるかもしれない。あもしかしてそのためのこれ羊？あそういうこと。あこれこれのためのこれ、頭守るためのもしかしたら。あでも美味しいね。うん美味しい。色っ気、色っ気、色っ気、はなーとるーせ、おーあーこれやばくない？あそれテレビのリモコンだし、これいいかも。これこのリモコンじゃないし、こんなとこ置いたらブルブルして落ちるんじゃない？大丈夫です。ロロ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 ロ、危なくない？ほらあ、これ昨日ね背中がほら、うん、痛かった。痛いからこれちょうどいいかも。うわ顔も揺れてる。あいや顔は揺れてるわ、うん、ほっぺた揺れてる。あ揺れてる揺れてる。あちょっと揺れてる。アップに耐えないから大丈夫。あ痒いね。あのほらゴロゴロのあのほら滑り台と一緒だよね原理は。そうだよ。あすごい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 。あ痒い痒い痒い。わ痒い。すげえ。だから職員休憩室もある。職員休憩室。だから全部24時間営業してるから。あ、そうか。あ？こんなんしたら汗かくよね。いやでもさ、これヘルスジャンに通ってる時ずっと6か6で乗ってたから。ほら、エチネスサッシ。エチネスサッシ。これはなんだ、あれだ、メーターだ。あ、メーター。心拍数ってことか。いや違うわ、これはこれはスピード、スピードだ。これはあの角度ってことやろ。これ足怪我しそうだよね。よく分からない。まあまああれね、さやかチムジルバンでそのヘルスセンターなんだろうけど、うん、まあ、サウナもあったり健康器具もあったり、あとあんなんか家にもあるじゃん。うちにはうちの家にあるけど普段持ってないけど、うん、まあ、ストレス発散するにはちょうどいいかもしれないね。飲み食べまでできるしね。チムジルバン久しぶりに来た感想はいかがですか？楽しかったね。これするの忘れてたじゃん。あ確かにね、ドラマで見てたからこれをしたかったわけ。そうそうそう、これを結局ほらこの前は してなくて、うん、ああするの忘れてたってなってた、うんうん、まあ、これはいいよね。
ドラマで見てたやつがやっとできた。そう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 、家でもできるはできるんだけどね。あ、でも分かったよ、これをつける理由が、うん、卵で頭割るため。それが食欲です。いった。理解理解できた。俺全身オレンジだし。ヤンモリは、うん、卵を割るための衝撃よけってことね。確かに理解できます。理解。湿気はどうだった？湿気はね、あの日本でいうさ、生姜湯を冷やしたバージョンのような。お米入れたみたいな。甘酒とはまだ違う、うん、違う違う、甘酒じゃなくて日本の生姜湯よ、うん、あれを冷やしたアイス生姜湯みたいなのがあるわけ。そういう感じ。そういう感じ、イメージがね。生姜があるから、しかもあったかいだろうし、あとあとでポカポカして。生姜湯とかさ、やっぱその風の引き始めとか、うん、そういう時になるんでしょ。まあ、ここにあるっていうのもそういうなんか、なんか意味があるような気がする。確かに。チムジルマンはさやか的には何が一番の目的で来るの？これは寝るところのやつがあったかいお部屋があって、ここは寝るところで匂いとか木にこだわってたりとかするところがあって、酸素にこだわってたりとか、そういうところでちょっとリフレッシュできるし、やっぱ床がめっちゃあったかいから体のコリがほぐれるっていうか、そんな感じかな。あとはお風呂もあるし。でもここでさ、例えばよ、まあ、あのこの前も寝たじゃない、うん、何年かぶりに行けたけど、うん、その時さ喉がすごく乾くじゃない。喉乾いた。あ、だからあの湿気とかも、あ、だからボトルがメガサイズっていうか、そういうこと。だって汗かくじゃん、結局喉乾いたから。実際サイクルが、あー、なるほど、よくわかります、うん、その意味があってでかいのかもしれない、うん、そうだよね。だからいろいろサイズでシェアするかもしれないし。あ、カップルで来たりってことね、うん。あ、まあいろいろ風呂入って、で一緒に落ち合ってリラックスって、まあまあまあいい、こういうのね、裸の付き合いです、ね、そうそうそう、みんな、まあ、昔で日本の裸の付き合いって一緒、うん、そうそう、仲良くって感じでいいんじゃん。フレンドリーに、まあ、なりやすいっていうかね。お父さんは逆に何が良かった？驚いたのはタトゥーが入っててもさ入れるじゃない。うん、日本では完全アウト、うん、確かにアウトのところが多 い, が多い。 いきなりさ玄関にお断りって書いてるさ、うん、韓国のはちょこちょこやっぱちっちゃなデ、うん、タトゥーがデザインタトゥーがあるから許容されてる感じが。あ、じゃあやっぱりあのそのがっつり履いてる人はやっぱりできないって買ったりするのかな。いや、そういう人たちは自分から遠慮するんじゃない。あ、でもちょっと驚いたよね、うん。で最近日本でもタトゥー OK とかなってるのはね、その海外の人がやっぱりお風呂に入りたい、うん、温泉に入りたいってなったら、そのタトゥーが入あるとダメよっていう温泉が結構多いの、うん。でも鹿児島でもこの前はさ、あの先駆けて入ってるとことかあるじゃない。だからそういうとこは外人さんがよく来るよね。外人さん来る。だから外人さんが、まあ、使いやすい場所なんじゃないか、うん。これから移動するために、まあ、例えばそのちょっと休んでからするみたいな、うん、またこの後も明日からもずっと旅行するでしょ、もう何日間、うん、でこの後また飛んでるにも行きたいし、塩しじゃっけよ、うん、まあね、うん、さあここはどこ？な、5日に1回しか開かれん市場、5日市ね、うん、ああ5日市、まあ、5日に開かれるんじゃないけど、月1回の5日じゃなくて、そうそうそう、 5日に1回行くってことね、うんうん、それは日本にはないスタイルだよね。なかなか珍しいし、普通だったら5日に月に1回ってことだもんね。そうだよ。うわ、タングンジュだ。ああ、高いやつだ。ピッサ高い。ピッサさ、ピッサスリーやろ。ピッサスル、タングンジュ、うん、高い。とりあえずあれだよね、タオル買いたいよね。タオルとバスタオル、あれコチュ、あれコチュじゃない、あれキノコだ。え、嘘。で、あの赤いのよ。赤いの、あれコチュでしょ。コチュ、コチュでしょ。あ、違う、あ、コチュだよ。すごいニンニクの山がある。とりあえずタオルとバスタオル探す。モジャーかっこ知った。モジャー、モジャー、モジャー、モジャーかっこ知った。キャンピング用モジャー。日本にさ、1年に1回とかだろ。てか最近日本で商店街やら市場とかってもうほとんどつぶ。じゃあインさん回る。インさんだ、インさん、インさん、これをインさん、これをインさん。ちょ、マロリフー、ちょ、マロン。いや、このスタイルの焼き魚は日本はないですね。日本は開いてますね。1匹2200円やつ。220円。あ、2200円、高くねえか。高いよな。あ、ミョルチだ。ミョルチもサイズがいいんで、ミョルチもサイズが分かれてる。ブロッコリーだ、ブロッコリー。あ、わー、すごい真っ赤っか、綺麗。キュウリの色が違うね。ねえ、キム、キム、あ、
キム買ってかないといけないなった。あのほらお土産で、うわ、ほら、ほら見て、あ、ほんとだ、あれあれセウジョウ、アミエビ、アミ、アミ、これ美味しいよね。美味しい。これの塩漬け最高にうまいよね。おわ風が、あったかそうじゃない。これ絶対あったかい。これあったかいじゃない。これ絶対あったかい。キャンピングスタイルじゃない。サイズもうええダサーい。ダサい。タトテ。タトテ。ダサーい。それは違う。ダサいダサいダサい。ダサい。あの外のズボンが可愛いわ。あれがいいけ？こっちの方がいいな。ダサいよ。そう。柄がダサいって柄。ああ確かにこっちの方がいいね。うん、これ色オルマや。あ、専門君。ついです。さ、飲むさ。フリーサイズへ。フリー。フリー。オッケー、オッケー。はい。天気いいだ。天気いいだ。ヒラメのヒラメ。ヒラメのさ、肌が全然違うくない。800円やって、カキ。やす。タオル、タオル、タオル。ハングスタイルスダイソー。うん、だ。だった。ゴシゴシタオルが欲しかったんだった。これ赤スリーじゃん。どっちの手触りがいい？いや、これはだって赤スリーやもん。あんなこっちがいい。これ一つ買って帰る。リラックスお風呂タイム。日本製やな。メイドインコリアだ。サジャンニン。이거주세요네예고리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 이거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 같은거네세세개호시세개요세개이거めっちゃ와닿지이거오미야겐갖다가요이거오미야겐연수연수연수준사장님연수준주세요뭔가ありそう아잠깐만벨트다벨트아でもウエストがなでも穴は今から開けるんじゃない？これ穴開いてないよ。穴が開きすぎるとダサくない、うん、だからこっちを切りたいけどね。もう全部止めてるもんね、うん、できたらこのバックルの切るタイプが好きなんですよ。あ、全部これは止めてあるんです。ここでこうカットして穴を開けない方がいい。穴がこうあると穴って分かる？穴が増えるのがあんまり良くない。これはできないです。できる。穴を増やすだけじゃないの。おお、はい、はい。で、作る。あ、で作れるんだ。うん。これは、これ。はい。作るのこれ。だって作ってるんだ。へえ。これ買っていい？うん。仕事よ、仕事よ。おお。これ用具。はい。おお。サイズ合わせて切らないと。あれ、ほり、날씬のね。あいご、しかも、あがし、날씬、ほりがって。ここにこうしたいよね。真ん中にね。何、몇センチ？여기カット。여기カット。いや、여기。25,000円ですだって。さ、下げはじゅせよ。さ、は、下げだね。いや、いや。カットはんのか、いくつ。おお、おお、二つ買うから割引したやつ。次、サミョン、下げはじゅせよ。あにゃ、工場社長よ。あんでよ。あんでよ。あの、5万円。ああ、ああ、新中。ああ、いや。きつい、きつい。手外してて服が今分厚いからな。ねえ誰が勧められてるの俺が。ああ服が分厚いから。だってそんな分厚い服着て仕事しないじゃんさ。ああ、これは直端に見たんだけど。いやいや、見とどてよ。何見とどてよ。ああ、サジャニン몇살이에요。サジャニン몇살이에요。몇살이요。いやいや、62 6225살이에요72살이에요이제요구대오있는데52년생말이다52년생말이거42년동안한거네40년이상やってて すごいね すごいね 初めて見たこんなの 처음 봐こんな市場でベルトソンするの見たことない。だからこう穴開けていくじゃない。うん、ただ穴になるからダサくなるじゃん。こうだったらいいよね。ちょっと買うんでぴったりこれでしょ。몇 살? 쉬운 몇 살? 50 몇 살? 스윈 다섯 살. 쉬운 다섯 살? 네, 예. 나보고 아버지라고 그래야 돼. 네, 죄송합니다. 누구요? 아, 그래? 이런 사람이에요? 유명한 배우예요. 유명한 배우요? 예. 아니에요, 아니에요. 알았어요. 일본 가서 찾아볼게요. 그냥 아저씨예요. 좋았다, 벨트 欲しかったの. 좋았다, 네. 벨트, 벨트 모두 못 했다の.
仕事用はボロボロだったし、家用も痩せてほら、うんうん、閉めるのがなかったから。DJ くんなっそよ。うげえよくと花そうです。うっ、Thank you、 Thank you 意味だ。面白かった、チェミッソ、チェミッタ。お父さんのほら7歳韓国語でも通じてるでしょ、うん、ほらなかなか成長してると思わない、うん、うわやばいよ、タッパル骨あったでしょ。これ自分家でも調理するってことでしょ。要は市場とか初めて、こんなのは初めてだったけど、どうだった？面白かったね。トンデムンの街の中とか ああいうとこじゃなくて、こういう裏ちょっと外れて露天商みたいなのも来たことないし、ベルトの社会人が一応、あベルトの、そう面白かったですね。オーシペさんスイン、スイン多層さる多分アプジラブレでねえ、楽しかった。でもお父さんのほら韓国語レベルが一切上がったでしょ。8歳でだからまた今度一人でほらまたお父さんが捨てられる時があったら8歳児のレベルからスタートできるから。でもありがとうございます、うん、今日何食べるの？今から今からカムジャタン。大好きです。大好き。おお、お父さんが食べたかった雰囲気で、そうそうそう、味がある感じ、おー初めて見るスタイルだ。チョンバ、これはカムジャタンで、お父さんが今まで食べてたこのちっちゃいのはプエジャンコップ。あ、そうなの？あ、あれ一人前だから名前が違うってこと？だから今度鍋で出てこんやったよ。うん、だから人のこの燃費みたいなコーナーでしょ。これはだからラーメン入れたりとかもできるし、最後にご飯またポックンパンまで全部できるのはこっちや、うん、え、マジであれ初めて見たよ。いつもでもいつも食べてたのは、これのちっちゃいバージョンみたいな、一人で食べれるバージョンがあれや。カムチャさんとは言わないの？あれは、うん、あれはピョエジャン、ピョエジャンっていうわけ、うん、でさやかの今まで食べてたのアパートの前のカムジャタン、うん、でもカムジャタンチブだったでしょあそこ。だからカムジャタンでそこで売ってる内容は一緒や。だからあでもこれもあったってことあそこに。 あるよ。だってそれをさ、これをお昼からお昼からみんなで落ち着かないからあれは一人サイズってことね、うん、あれをだって自分で食べれる、あのこのサイズ二人で食べ、いやいや、まあ昼から食べれないけどね。でしょ、うん、だしょだって。スタイルは違う。あれはなんかスープでひたひたって感じだったけど、全然スタイルは。これは鍋系。初めて見るスタイルですね。まあでも味は言うて、まあ同じ、基本的には同じスープ。これ毛口でしょ。毛口って言うんです。エゴマ油の葉っぱ、毛口じゃなかった？ケグシ？ケグシでしょ。ケグシじゃなかった。おもちゃあげんじゃない。じゃじゃん。もったいない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 。お、でも初めて。何これ何が乗ってんだ。ねえ。花から出てきた。おお。おお。大きい。大きい。これお醤油みたいな感じや。ああ、なるほど。おお。カムサハムニダー。マシケッ、まあマシケッター、ノーマシケッター、マジ、ま、期待がめっちゃ増してるよ今期待が、初めて見るから期待が今こんなん。いやいや、ペチュペチュペチュ、あ、うん、ペチュ食べていいよって。あ、戻ってね、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 戻ってよね、戻ってよ、てよって、俺て、あ、てあ、チェーソンハムリだチェーソン、チェーソンハムリだ。肉とかかったポーチで見て、ね、あ、そう、肉とかうん、どう、全然辛くない。辛くないよ、美味しいよ。美味しい、ノーマッソ、ノーマッソね。いただきます。あ、ねえスタイリーや、ねえそれ、タメ口、あ、ねえスタイリーやよ。チェサムリだ、それタメ口。あ、美味しい、美味しい、美味しい、いけるいける、全然朝からいける、うん、なんかはこれをいつもヘジャンで食べてたよ、あの酒の二日酔いの酔い覚まし。タダニチャミスルハンビョンジュセヨ。昼から酒っていいねだって旅行に来たら毎食お酒は飲まないと、これ行事ですから。え、だって日本じゃチャミスル高いからね。そうそうそうなのよ。マッコリも高いよ。高い。マッコリ1本700円、700円だね。え、だってそれスーパーで買って700円だよ。そうだからよ。だからよ。チャミスルが400円だよ。いやでもこっちでも言うて、でもまあちょっと値段上がってるけど、コンビニとかで買ってもさ、まだ200円ちょっとや。うんうん。お店で飲んだらまあ500円ちょっとや。あーね、カムサハムニダ。あ、ありがとうございます。お、かわいい。お、初めて見るスタイルだ。じゃーん。ねえスタイルよ。
白池スタイルです。冷たい。無事にね、旅行は終えないといけないけど、毎食やっぱりこう食べ物にはお酒がないとね。結局酒。じゃーん。協力するするする。うん。これでもめっちゃ良くない？これ美味しい。ね、お父さん。それこれ持って帰りたいね。これ欲しいね。売ってるかなどっかで。売ってるでしょ。これ欲しいですね。これいいよね。骨に箸を入れて。入れて取れました。多分ここ。うん。このまま行っていいんじゃないの？うん、このまま食べてもいいんじゃない？あ、これは汚すね。汚れんね。あ、うまい。で今までもったいない苦しさかも。じゃあお父さん食べ方を間違ってたってことね。だから、だからにこんなことしなかったから、うん、中の骨髄に周りのやつを食べてないってことでしょ、うんうん、もったいないことさ。違うじゃん、だって骨の一番骨に近いところが絶対一番美味しいんだって。カルビとかもさ、カルビの最後のここをさしゃぶってイッてするのって美味しい。確かに。だってそんな初めて聞いた食べ方なんて。んで、これも食べてみて。お一口一口お前俺知ってるんだけどな、怖いな。いけるいける。どう？これふん。じゃあもう一個食べてみて。あー、これおいこちゅなんだ。もうこれあのチョンヤンコチュと違っておっきいおいこちゅってやつだから辛くないんだって。あー来た、うわ来た、今来た今来た今来た。でもチョンヤンコチュだよね。全然いける。あれはだって食べた瞬間はぁーってやると思う。これは全然まだいける。チョニョンダメよ。クッパップに入ってるのこれけ？いや、それはチョンヤンコチュ。あれはでもさ、あれはバカ辛い。煮たらそんな辛くないじゃない。でも生でいったらある死ぬじゃない、うん、でもさ、日本でさ言うとさ、日本語で言うとさ、ただの唐辛子と青唐辛子と一緒やん。だからさ、おいこちとかそういうさ他のさチョンヤンコチとかってあんま言わないじゃん。あ、日本でだったらもうさ唐辛子の一本絞りじゃん、うん、赤唐辛子かただ青唐辛子かの違いで、そこからのさ、なんていうの、個別化、何その名前の呼び方があんまりない気がするから、うん、確かに。うん、これ好きかも。あ、唐辛子も、はあ、全然 OK。 うん、これまた食べたらさ、ラーメンとかさ、また販売し、うん、この前のさ、これはポックンパップにならないの？なるってさっき言ったじゃん。スジビって言って、あの手でちぎった餅じゃないけど小麦粉の、まあ餅になる。あ、でも何や、お父さんだったらこれのスープでラーメンよりはご飯をぶち込んだから、スープをこうガーって吸わして食べたいって方が美味しくない？だからそれをみんなどっちもしたりすんねやって。あ、半分ラーメン半分ってできるの？だからしてくれないの？わわわわわわ。最初、うん、なんか大学生なんかはやっぱお腹がすぐじゃん。おう、そしたらさ、なんか友達が手で取っていいのけ？うん、食べて、手で取ってもいいの？手で取っていいの？自然と取ったけど大丈夫。だから最初マジで食べるときに、うん、あれだってみんなやっぱ大学生なんかはお腹が空いてるから、特にさ、なんか運動終わりにいつも食べたりしてたから。おう、そしたら最初にラーメン行ってから、ラーメンの後の残った汁でまたポックンパッ頼んだりして。意外とこれうまい。全然聞いてないじゃん。さじゃにこ、出荷女性よ。次よ。重要なこと忘れてたの言っていい？キムチと夫でやが。ああ。見やねよ。見やねよ。また結婚が遅くなるんじゃないか。生産料。もともと結婚する気がないやつに、そんなね、目の前でやられて、どうぞどうぞって感じだもん。こっちちょっと酸味が強いですね。え、それ酸味が強い方が好き。オイの方が、お父さんのスタイルかもしれない。辛みが強くて。おいじゃないよ。あ、無、こっちの無の方が美味しい。辛くて。これね、カニと一緒だ、うん。無口になる。真剣にこう向き合うから。あ、確かに。これは多分喋って食えないですよ。食べ出したら。カニと一緒。うまい。確かに。わあ、やっぱりめっちゃ飛んでるね。うん、これ。ポックンパップできるけど食べれる。
お父さん的にはポックンパップじゃなくて雑炊じゃない、お父さん的にはよ、エキスを吸わせて雑炊、でも雑炊スタイルはなくてポックンパップかラーメンにしかならないってこと、韓国スタイルは。雑炊っておかゆみたいなもんやろ。そうそうそう、 ご飯猿を入れて雑炊よ。だから違う違う、だから韓国でそんなスタイルのさや見たことがあんまりない。雑炊スタイルはないってことね。だラーメンかポックンパップができますよってことでしょ。締めとして、だから食べるとしてポックンパップです。だからさやはいつも締めではいつもポックンパップだから、なんかパッて今雑炊って言われてもポックンパップじゃなくて、お父さんはラーメンじゃなくてポックンパップがいいです。さじゃにポックンパップ花じゅせよ。マジです。これは飲まずにいられないんじゃないっけ。どんマシそう。マシそうよ。カンドンパラッソよ。カンドンヌルパラッソよ。あ、カンドンパラッソよ。超もごっそよ。ねえ、いいスタイル、超うんば。パッソよ。パッソよ。すみません。ミヤネ無理だ。セソン、セソン、セソン無理だ。イルボンアジョシ、超うんばよ。あにょ。와여기서일본아저씨처음봐요아니요그래도아예오그러니까대학가이だから대학관계の타메그스になるたびにさやがよう横からつけてるのだからよう死ねよも出る時があるし出ない時もあるし大人に向かって何をタメ口言っとんちゃってあって言ったら次は違う、さやが言われるよ。だよ、お父さんに向かってって言われる。聞けとか言うと。だってお父さんは人の話を聞かん。洗ってるよ、洗ってるよ、洗ってるよは分かりましたか。うん、理解できましたか。うん、やっと8歳児になったから。あ、で、大丈夫、8歳児。でもまた降格する可能性があるから。あ、用が使えないから。用使えないからまた。あ、った敬語使えないのは3歳児やろ。そうか、降格。いやいや、それはダメでしょ。8歳から3歳やる。なんかでもこの前8歳になったじゃん。だから昨日サジャンニムと話せてたから、ただ1回レベルアップしただけで。あ、8歳になったけど。さあ、再始せよ。さあ、はしゃげたね。いやいや、今日は3歳に戻った。だって、年先からあのおばちゃんにため口だもん。そしたらだって、3歳児でも絶対言わせる。お父さんが最後によっていう言葉をつけてるけど、聞き取れてないだけじゃない。いや、さっきからマシッソって言ってたじゃん。マシッソよって言ったよ、多分。言ってないよ。ノンマシッソ、ノンマシッソ、ノンマシッソ、パッソよ、パッソよ。うん、おいしそう。マシケッタ、マシケッタ。これ身残しとった方が良かったんじゃないの。これ今から入れる。いやいや、一回サーに入れたのやだ。これ入れた方が美味しいんじゃない。やだ、喉手よ。あまり無理あんだよ、喉手よ。やだ。あ、おっ、アッパー、アッパーがある。うん、アッパーが。もう、もう、もう。今の唾入ってるやん。な、入ってない、入ってない。入ってるって。箸使ってるやん。ダメ。あーい。絶対美味しいって。いやや。コジップサラミ、コジップンサラミ。え、だってさ、いつもだってさやがなんかさ、一つの皿でなんかしようとすると嫌がるくせにさ。あー、それは。何そういうの。違う。自分のは委員会。ね、ね、スタイル。うん、だからほら。キモ。うん。あ、絶対美味しいはずなのに。だから自分でスプーンですくってから食べたらいいじゃん。でも何そのば。よだれは落ちてないでしょ。泥じゃないよ。よだれ。でもこっちによだれはついてるから、よだれぐちゃぐちゃしたやつやん。あ、これに？うん。あ。うん、よくわかんない理論じゃないの。俺絶対これ入れた方が美味しいよさ。焦げつくから食べた方がいいよ、うん、あ、これでも動くのさ。うん、動く。てかこれ使ってないお皿に入れる？冷ましたら？このまま食べた方がいいんじゃない？美味しいね。あ、でも動くね。これ絶対これ肉入れた方がうまいね。取るのやばくない？やばいよね。洗い物、ね、洗い物どう、ね、洗い物何でしてんだろう。だからこんな焦げついたら、洗濯物もだけどさ、あの謎が多いよね。どうやって取ってるのパターンが多くない？え、確かにご飯屋さんとかでさ行ってさ、みんなこんなやって食べるじゃん。焦げじゃん。焦げてるよね。あ、大丈夫？大丈夫。え、でもさ、めっちゃ面白い。ここに書いてある言葉がナトリウム単類を減らす。ちょっとだけ入れてちょっとだけ食べようって、ナトリウムとか。ああ。
塩とだから糖分まで控えめにってことだよね。あのチャミスル君たちが祈ってる方がいいんじゃない？あのジンロとかのキャラクターが飲みなさいよみたいな。えでもえだからとりあえずその通りがもう本当に純粋砂糖かもしれないから純粋砂糖と純粋の塩分を減らそう。あでも絶対それだからそれダイエットしてくださいっていうそういうもうある意味そういうの。こんだけ食べたんだから食べ、うん、まあそうかも。でも絶対これ肉入れた方がいいと思う。これだから肉を箸でその上から乗せて食べればいいやん。なんでもうこれをこう上で混ぜればいいやん。お父さんだよお父さん、うん、あーで食べるのと一緒じゃん。いやそれもちょっとあそう韓国スタイルじゃん。いやじゃあそれはダメだわやっぱそういうの韓国スタイルになるんじゃん。いやみんなでつつくのは大丈夫だけど一緒だ。違うよ。でえはいはいはい、だってささっきからさそのスプーンでさ取ってさ例えば最後ほらそのすっからこ出してこういう攻めで。いやだ、それにさえにさえ動くよ。それはこの中のこれだったり一回自分の皿に持ってったのをそれはそれはちょっと違う。一緒でしょ、一緒ちゃうや。絶対一緒だ。絶対美味しいよ、混ぜた方が。え、なんか一回スプーンやってみて。とか骨やん。これでいいじゃん。お父さんはいいのよ、さやかにする。さやはいいの、さやはこれだけでいい。美味しいって。いや、いい、大丈夫。美味しさが伝わらないからもう取ってみて。サイは何回も食べたことあるもん。いやだよね、大丈夫。はいはい、じゃあ大丈夫、それ骨やし。いやいや大丈夫、もう絶対美味しいって。大丈夫。ちゃ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 、おい、なんで逃げるの。いやいや、もうだから絶対肉を入れるからまたスープ足した方がいい。絶対このスタイルはうまいって。絶対またえで混ぜ、お父さんが言うの的にはお父さんお父さんが言うの的にはこうやって混ぜた方が美味しいっていうことを言いたいわけでしょ。そう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 、色っけ色っけ色っけ、あったー。まあ無理、もう無理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 だ。マスケットせよ、マスケットせよ。だって自分の皿で先からこうつつきながら食ってるやつやな。親子じゃないの、親子で遠慮するの。いやこれ結構賛否両論だと思うよ。親子え、はいはい、ないはい。あやがもし見たらなんて言うでしょうか。あやは食べるよ、絶対。食べる食べる絶対無理です。あいつだぜ、さよりもそういうの。待って、あやはお父さんのシャツも着るし、それは服やん。靴下も履くじゃん。それは服やん、洗濯してるやん。一緒だ。これ洗濯じゃないじゃん。全然一緒じゃん。なんでおい、え、ちょちょちょ、いやだって。もう絶対マシっそや、ちんちゃマシっそやマジで。まあ手羽、手羽マジっす。だって考えてみ、ミト受精よ、ミト受精よ。いや結構です、結構韓国スタイル。いやだ、結構です。そういうのいりません。ああ、モゴバモゴバ。いやです、もう食べたもんだぜ。さっきさや一番美味しいの食べたもん。なんで肉入ってなかったでしょ。いらないもん、だって肉の出汁が全部出てるスープで全部やってるのに、それにさらに肉追加し、いやだよ。あー、もう小十分サラミスルポや、飲むスルポ、うん、どうぞ。あー、ハニーマン、実際ハニーマンも好きだけど、ハモマン受精や。じゃあ自分で食べる。ああー、もっともっとマーニー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 。うん、それじゃ分かんない、美味しさは。だって普通に考えて、一番美味しい状態でしてるのに、その自分が剥ぎ取った肉を。たれ、よだれはついてないよ。だってさっきもスプーンも一緒に使いながら肉を剥がしてたじゃん。今そのスプーンさっきからしてる。ごわん、ほら。よっけ、違う違う、だからそうじゃなくて、はい、50分サラミ、マジムカつくてんやったっけ。シックロだ、それは黙るな。ムカつく、ジャジュンナジャジュンナ、神神神を使いたかった。イエーイ、なんで神、今のこのタイミングで。よくも、あー父親を、よくも俺のことみたい。神ってドラマで言うじゃない。こうやって宿使えた。でもさ、
そのドラマのやつって全部さ、本当にあの時代劇時代劇あのしかもそれ王とかが言うやつ、あのさ、今まで使いたい言葉ってあったじゃない、あの半人半女性を、うん、なんとかかんとかっていろいろあったけど、うん、神もお父さんの中では結構トップレベルトップレベルで使いたかった言葉がようやく出ました。あ、ようやく出ました。神あー、ね、カムサムリだ、サムリだー、ほんでもお父さんが、スゴンね、そうサヤテ、スゴンサヤテ、あ、運動ファンもよ、うん、あ、モジャと、うん、日本は単色が置いてないでしょ。確かに。でうちは1年間に単色を15枚とか使うから、うん、観光に来た時に買って帰る、買いだめしとくね。カードが落ちてある。もう何すかこれ、誰かの忘れ物、誰も盗んでいかない。あ、これあれでしょ、あの防犯カメラの都合でしょ。うん、まああるし、みんな忘れ物、日本中もだけどあんま盗まないじゃん。ああ、韓国の人たちも忘れ物ちゃんと取っといてくれるし。タイの友達がさ、ユースケとさ、うん、ドンヘに旅行に行った時に、うん、あいつタクシーに、C かな、なんかどっかでか財布を落としたの、うん、でも結局見つかったの。探し物センターみたいなサイトがあって、うん、そこにこう登録されてて、預けられてて、ですぐ見つかって結局帰ってきた。カードとか現金も入ってたの。なんか抜かれてそうだけど ね、免許証とか全部、身分証も全部入ってたのに全部見つかった。これもこれもってこと。だからそういうのもそのまま預ける人もいれば、もうそのまま触らないで置いといてやる。だってさ、あとあと預けられてたら取り分からないから、取りに来るためにね、みんな結構だって情があって優しいから、あ、まあ、取りに来るかもしれないっていうことを信じて置いてあるとか、その方がいいんじゃないのみたいな、届けるとかね、触らないでおこうみたいな。だからみんな防犯カメラ以前に人間ができてるから触らないのであって、もらう時もこうサインがなくなったもんね。置いときますね、ま、もしくはサインいりませんっていう感じになって、うん、そういう文化ができつつあるってこと。アンニョンセヨー、アンニョンセヨー、アンニョンセヨー。これはトッケビじゃないけどね。これほら、朝鮮さんだとこれ三神じゃん。これほら、助けるやつ、超イケメンなんですけど、やばいよね。サニーだ、サニー。タタンタンタタタンタンタタタン。 Ready first。 いらねえ。 Ready first。 もうちょっと待って待って、いるものいるものだったよ。待って言ったよね。タオル、あの橋渡ったところやね、いつも行ってんの。タオル、タオル、あそこだ、前買ったの。だからあそこだよ、違うよ、あそこだよ、あっち、あ、そこじゃなかったっけ。そこだったっけ。いや、違うよ、もう、でも違うよ、電気街の外れで買ったんだよ、最初。いや、あそこだってよ、ソウルタオル、そこだって。本当に、うん、でも電気街の横だったの覚えてるわ。電気街そこだったよ、でも あそこだって。さやがいつも行ってるリラチャスがあっちやから、あっちから歩いてきたついでに買ったよね、なんか。あ、まあ、確かに。そしたら色は確実にあるもんね。あ、絶対あるよ、絶対。でもあそこもこの前さ、なんかめちゃくちゃ端からこうさ取ってきてくれたよね。あ、だよ、うん、タシオムリダとか言えるわけでしょ。タシバスオムリダ。でも前もあの何の業者かと思われたから。あ、なんでこんなに買うのでしょ。そうあいつらなんでもしかして売るのかなとか。これ自分のだしって言い方、あのばあちゃんが入院してるのもあのタオルだったら綺麗だし、統一感もあるからすぐに誰のって分かるし、こういう紐とかもなんか前、ね、なんだろう、ゴムとかもすごいじゃない。そうだよ、ゴムとか。ここは本当に卸、あのだから卸屋、問屋街でね。あ、ここよ、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 よ。あ、お父さん、あ、痩せよ。お父さん、これだ、この色だ。あ、これだ、以後。あ、日本値段も違うし、この値段も違うし、こういう売り方が日本には今ない、ね、このだっていっぱい、ここまでいっぱい同じ色がないもんね。値段的には多分日本よりも安いですね。でこれだけまとまってるのはなかなか日本では、単色が好きな私としては日本ではこういう点だけまとまって単色買える男店はない。行こうよ、行こう。이거한서류장정도30장네예예그러면45,000원많이사면서비스해아100장기본100사1500원아 100장아100장기본1500원그러니까30장도1500원에666아6장네두개둘셋하나둘그러면네몇마시가나있죠4장아네그러면4장주세요4장예여기30장이에요네네네네한장써도돼요오이지마에서오비스에가려줬어요. Thank you. 다시올게요.
진짜 사실 이렇게 가해 가해다. 사장님, 저번에도 여기서 샀어. 아, 예? 같은 거.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  내가 내가 이 미모트가 지금 袋の大きさがレベルが違う。감사합니다 네, 네, 네감사합니다다시올게요다시올게요예예감사합니다안녕히안녕히계세요안녕히계세요いつもと同じようにさ楽しいよね街が安い安い安い楽しいサービスもいいし今日はサービスももらったしね、うん、前はサービスなかったでしょいや基本的にだから卸だから基本そういうのってもうもう安い枚数単位でしてくれたりもともと安いから100枚以上だったねサービスは、うん、申し訳ないよね普通にでも100枚さこれ150円でないよねないバスタオル600円だよなんかこの質のものがさあまあないね、まあ、今冷凍悪いけどこの質がこの量をさこうやって買えるのってすごいよねだからよあのサイン動いたぞ今前にあれ映像かだんだん出た風に見えたけどほらあれ映像でごまかされてる、うん、あの側面があるように見られてるだけ、うん、これこっちから入るあのゲートの中入りましょうこれ A とか単純ロゴでもいいかもねあいいかもねこれとか無難ちょっとあほら3だよ土曜日日曜日やろああ浅くても可愛いけどね可愛いあいいんじゃないあ普通浅くないじゃん、うん、こっちが浅いなえ一回はめてみてこれ浅いねあ本当だねいいこいいこいいこ決定キャルじゃん運動靴があるかなあるんじゃないどっかにはあるわなどういう系の靴を買いたいのああ、うん、あほらトレーニングルームで使う運動あの洗い替えの運動靴だから運動この前ネットで買ったら失敗したねソールがボロボロ取れて中国製の運動ファーを買ったら、うん、結構失敗して部屋はいつも汚れるからソールが薄かったんだソールはすごくいいんだけどでも違った部屋中がボロボロになるあでもこういうタイプだね多分ね、うん、あとそれかああいうのがランニングっていうかウォーキングシューズとしていつも使うやつだよああそれボタンはないでもこれは運動っていうよりは普通の運動靴だよねなんか普通にヘルスとかするとなんかこういうのが柔らかいソールの柔らかいのがいいね色的にはお父さんっぽいのそれだよね硬いそうだあエアが入ってるから、うん、運動するときにはいいかもね自分小さく半分小さくにかね、一回日本のと韓国のとちょっとずつサイズが違うから一回履いてみなああいいちょうどいいこれ切れないワイヤー이거안끊어져요運動履いてす안끊어ランニング해도괜찮아요サイズに頑張ってよ、うん、ああ楽楽楽楽切れないんだろうか진짜切る가위로자르지않는이상은안떨어진다고하사미를길어나이죠와에이마지대아나도다만이뭔가라벨도맞지가야돼길을아ここがでも狭い感じはするけど一個サイズが大きいとまだ違うんだいやまあさや이거사주세요폰폰테에다가담아주실수있어요아얼마예요이거55,000원55,500원아까이건35,000원これが35,000원でこっちが全部で다얼마예요이거だけ買うんでしょ두개買う두개두개아이거35,000원55,000원9만원사장님처음사기해주세요아9만원그러면요3,000원디스카운트아네감사합니다사주세요감사합니다안녕히계세요예안녕히계세요お父さん買いすぎじゃない？もういいよ。これスーツケースに入る？もう最悪手荷物で持って入る？いやもう最悪別に送ってもいいんじゃない？安いからね。郵便とかで。もうさ目的なものはさ。だよね。これだって韓国の一番の目的買ったし。から次はちょっとカフェとか寄ってそのご飯食べにでも。あご飯食べに移動する？そうだね。もうだって歩き疲れたし。ちょっと休憩したいですね。買い物したら歩き疲れたし。今日は
お父さんがフグを食べたい食べたいやっとですよで歌ってたからフグの刺身コースさやかと初めて鹿児島じゃあ山口下関、うん、韓国に行きたいけどさやかにお酒を教えた時のことがフグだったでしょ山口のフグを食べたでしょあん時だってお酒じゃなかった19ぐらいだったじゃああの時だって酒とか飲まなかったもんでも結局ほらフグはその時で韓国に来だしてからお父さんがこのほら食べたい食べたいってでもなかなかこれに出会わなかった、うん、見て店も分からなかったし言葉も分からなかったからでやっと見つけたさやかが食べたいものを優先してさやか何食べたいって言ったらどうしてもコギ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 学生だからねニンニクニンニクニンニクマヌマヌマヌコギ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 ってなったけどから出会わなかったようやく出会えたようやく日本ほらこの時期はフグじゃないですか確かに冬だ夏はハモとかモでも冬はだから日本のそのフグって高いでしょ、うん、だって一人お父さんがいつも行ってるお店とか料亭とかで行くときは最低2万7000円からだから高だからこの値段では絶対食べれないから2万7000円だから同じフグの種類か今確認したじゃない、うん、さっきしたら同じ種類だって言うからこの値段にはちょっと驚きでだからその日本のコースとその何違いを知りたいよねその醤油とかじゃなくてあの辛いので食べるとせっかくのフグの味がなくでも出てきてないから確かにあの赤いソースでもこれとかにもつけるのかな後で聞いてみようこれはチゲにあれじゃないちゃうよフグチリフグチリっていうかフグチリわかるフグチリってフグの手チリあそうそうそうフグの刺身のことはテッサ日本語で、ね、テッチリは何テッチリはフグ鍋鍋を A コース2人前と、うん、もちろん2人前からもう出てくるって、ね、お刺身あ湯引きもあるよほら湯引きって何お湯でお湯かあのか皮をお湯で通すこれ이거어떻게먹어요あこれもう 味ついてるって刺身はどれで食べますか刺身はポン酢간장찍어먹어요아니면아여기ポン酢あポン酢예아ポン酢ポン酢ねえこれから食べるこっちから食べるサジャニーどれが美味しいですかお刺し酒はここへ맞는수요리뭐예요어떤거많이드세요정하아니면히레정정도있고아니야정하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 로드세요네이ただきます乾杯乾杯お父さんお水あ、みなりだってみなりって何ちょっと待ってよニンニクの芽いや、違う違うちょっと待って、思い出すから多分あ、セリだセリ日本は九条ネギかな小ネギ小ネギですよ、うん、またなんか不思議だねセリ初めて見る、ね、このレモンもちょっと湯引きに使うのかないやこうしてチョンにしとけよ気をつけてやばいよわさびチョンで巻くサジャンにめっちゃ綺麗に巻いてるねふるふるまあまあそんなはいポン酢につけるっすよね、うん、ポン酢にチョン、うん、このミナリと合うのかも美味しい、ね、これ好きかもピリッとしててうまい、うん、これにこれ美味しいえ日本でもこのミナリでやってほしいはぁ、あ、さやネギなんかだってなんか無難じゃんよっけこっち味ついてるよっけこっち味ついてるよっけ確かに巻くの難しいな、うん、こうしてちょんちょんパクッえ間違いないねみなりがこみなりが美味しいわこれがうまいね合うわえこれ食べてこれ美味しい一口かな一口最初一口でいったうんあらあ美味しいね美味しいでしょ、うんあ、これ美味しいじゃん美味しいでしょこれ美味しいこれもでも、でもさ、このみなりは美味しいうん、これ美味しいえあで、ね、日本の手でこうやって一本指箸持ってたからちゃーんうんうまいね
ネギと唐辛子がピリって効いてるんでしょ。うん。それとベースのポン酢は同じじゃないか。こっちはもう生ソースとかついてる。あ、なんか下にソースついてるわ。ポン酢はついてる。うん。多分ここは これは違うけど、これはほぼ日本と日本と同じ同じようなスタイル。てかソースも似てる。まあ、あのソースも似てるとポン酢で。でもこれはポン酢はもともと韓国にもあったの？カンジャン。でもえどうなんだろう、韓国のお酢とか結構使うよね。そうね。ポン酢ってどこのなの？まあでも文化的にはそこだって韓国から日本に入ってきてるから、漢字にしても、うん、多分全部だって多分そうだと思うけどね。あのペッチェの時にあれだよ、確か漢字とか仏教もだってペッチェだもんだったでしょ。うん、うんうん、でも日本にはあのテレビつけて一日中ナムアビダブナブアビダ流れてないけどね、うん、あれ見たってけど、おっってなった仏教法ほとんどいつもされたし、もう無宗教だもんね、うん、日本人はもうほとんど宗教があってないなもんだから、うんね、こうつけてこれ韓国スタイルなんじゃない。それ白菜生でいつもバリバリ食べちゃうわ。これはチゲに入れるんじゃなくて、え違うやろ、え生で食べるやろ。あこんなんつけて食べる。これうん味噌で、これ味噌でしょ。うん、これ何味噌とかあるの。カニ味噌みたいにフグ味噌の、あ、うん、白味噌とか黒赤味噌とか。あ、そういうことか。そういう味噌なんか発酵度合いが違ったりするじゃない。なんかこの食感にハマってきた。あ、これはまあ間違いないね。うん、でもさ、日本であんまり白菜生で食べないの。ないね。だからさ、最初さ、白菜が生で出てきた時や、ポサン、うん、チョッパイ食べに行ったらこれが出てきた時最初、うんうん、今もう完成形で出てきてるのに、なんで生の白菜が来たんだろうと。もう生でこう日本で食べることはないもんね、うん、横にでもサムジャンが置いてあったの。そしたらみんながこうつけて食べ始めるから。白菜はやっぱりその茹でてとか鍋で食べたり、一夜漬けだったりってことでしょ。これまた新しい味だわ。でもそれは何、フグなの、うん、これでも同じ。あ、皮、うん、ゼラチン系ってこと。うん、また新しい味だ、ゼラチン系。これ醤油につけてみてもいい。うん、醤油につけても美味しいかな。ベースはこっちだ。あ、それ醤油の方がやっぱ好きなのか。せが醤油が好きか。うん、それ何でも醤油入れるよね。これをね、日本だとね3本ぐらいするな、日本、ね、あ、小ネギっていうこと。そうそう、ここの方がやりやすいね。日本スタイルだったらこんな感じにしてするわけ。日本アゼスタイリ。さあ、待って、最後の1枚は普通は父に譲るよ。え、でも美味しいものはそんな人に譲るか。なじゃんけんする。じゃんけん、じゃんけん。買った人が食べるのね。1回勝負じゃ怒りそうだから3回勝負くらい。まあいい。じゃあ優しく最初はグーからね。最初はグー。最初はグッチョキッポイ。あらよ、いいわ。それさ、大丈夫、手回ってる、本当に見えてる中。いや、見えてないけどね、硬いから。でも、ね、これはおまじないだから。最初はグッチョキッポイ。はい、いい子でしょ。愛、はい、って言ってしまった。愛は言ってはいけないけど言ってしまった、はい、最初はグッチョキッポイ。どうぞ。マスケットせよ、マスケットせよ。どうする、もしかしたらここにあと1枚隠れてたりしないか。引っ張って引っ張って取ったもんだって。でした。はい、こういうところが優しさがないですよね。あら、そのほん、待って本当に後悔しない。不平は、あ、不平、アパーアパーしない、アパーってしない、ならない。チェアク、チェアギエよ。これナップンサラメ、ナップンサラメ。コースはこれで終わりなの、うん、いや、まだ出てくんだよ。あとまだ鍋もある。で、それで1万円なんか。これだけで1万円じゃない。あ、プルコギもええよ。プルコギが何かがだから、プルコギって、あのプルコギが服のプルコギって何、もうよくわからん。服のプルコギってちょっと理解できないよね。先にチキンが来た。あ、これはうまいよ。これは間違いない。
何をつけるこれ。사장님何をつけるじゃない。コース튀김고요이거서비스입니다어감사합니다아감사합니다새끼를양념해서튀긴거아그래아후크의아가짱을가라아게にして味付けて何をつけますか。요거는여기찍어드시면소금을드릴까요。어네소금네소금요거는양념돼있을게요これは醤油でこれはそのまま。そのままね。でまあでもソグムでしょ。あよかったね。喧嘩にならない3個ずつあるわ。あ大きいさ大きいほら。色気。もうさっき負けたでしょ。うん。だからちっちゃい。あそういう優しさ。そうそうそう。でも早く鍋まで出てくるから4個食べていいよ。鍋の方がもっと美味しい。鍋絶対うまいよ。だからさ鍋の方が楽しみだからお父さんが食べていいよ。うまいね。4個。いつも思うんだけどお父さんの場合食べるもん食べて飲むじゃない。これがうまいのかこれがうまいのかよくわからないよね。韓国に来たらお父さん酒ばっかり飲んだね。旅行イコール旅行はイコール酒だもんね。昼からビール飲むし朝からも飲むし、まあ、まあ運転がないから、ね、休みの日は特にね。だよね。さや、うん、は今回はアレルギーのせいで酒を全然飲めないっていう。そのブルソーにでも最近さ行くときは話を聞けてさっき言ったよね。見やない見やないまれまれ受精はい、うん、まればまればだからさや、うん、は飲みたい時は薬太陽のブツブツを諦めて日光に当たってブツブツが出る代わりにお酒を飲むか、うん、日光今日なんかみたいに外に長くいたりする時には薬を優先しないと。あ飲めないから、うんうん、どっちかを取らないといけない。お父さんは最近ほら週末しか酒飲まないようにしてるじゃん、うん、普通もね。だから休みの日でキャンプとか行かないときは、ああありがとうございます。カムサミダ。だから休みの時とか旅行は必ず朝から飲んでしまうね。あ確かにね。仕事柄飲めないしね。そう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 。かと言って飲み過ぎではないか問題もある。前はほら一晩にさボトル1本とかウイスキーを飲んでたでしょ。うん、でもそれとそれは体のためを最近やめてるからまた週末もちょっと抑えてるじゃない。ね、熱々のうちに食べた方が絶対美味しい、ね、そりゃそうだ。つけて食べるんじゃないの、かけるの。つけるでしょ。いやいやそれ塊になっちゃうじゃん。喧嘩喧嘩まだ喧嘩。あお父さんほっちゃらあるよね。あーうまい。炭水肉とかもお父さんかける派だね。うわさやいねーわ、うん、これはこれそういうのない。やっぱり塩ハモの天ぷらも塩だね。ちょっと待ってん。どっちがいい。じゃんけんする。うん一回勝負ね。一回勝負。다시한번아맞다맞다맞아요짠이그하사이쇼그나시오응나시짱캠폰짱캠으아이씨나왜こんな弱いっけ。さよなら바이바이너무약해요약해요약해요仕方ないから半分あげるね。아でもこれじゃあ半分こする。うんこっちも半分こ。おお優しいね。うん、だってさっきもかわいそうじゃん。最後の一枚も食べる。ごめんねこれもこれもそぐんのけて。はいあ乾杯。あ本当は味付いてる。衣めっちゃチキンみたい。これはこの味は初めてですね、うん、本当のフライドチキンの味するこれもったいなくない。もったいない。でもこれもったいない。新しいなんかこれ初めて本当に唐揚げって感じ。これもったいなくないか。えでもこれさっぱりするから。でも美味しいけどね。うんうん。あこれポン酢美味しいわ。やっぱフグはさこのプリッと感がたまんないよね。うんプリプリしてるよね。あうん。あうまい。今回外れなし。えキムチ食べた。ここのキムチはまた違うね。これ根元を出すところとさ葉っぱの先とか出すところなんか料理に使ってんのかな。こっちは順番が順番あ順番だ。刺身は高級感で見て食べるけどこっちは食ってうまいね。あのペクセージュっていうかっていうと、うん、あの薬草の効果で100歳までいけるお酒だよっていうので100歳酒で。おそうこれ今後これ飲む。いやでも100歳まで行きたいかな。今度いや100歳まで行きたいよね。あ鍋来るんだよ多分。プルコギだプルコギだ。本当だ匂いがプルコギっぽい。ね、感謝합니다。もうで、あのできてるからもうすぐ食べていいよ。あペクセージ開けよう、うん。待ってこれ気になるね。匂いが美味しい匂いがするこれ。ほらこれちゃんとペクセージのコップだったしちょうど。あそうだったのね。かなり癖がある。うん。でもはいペクセージ
こんな言い方しちゃダメか。なんか友達たちと飲むときは絶対にもうチャミスルフレッシュだからあんまり飲まないけど、前なんかね、先輩たちと飲んだときに確かペクセジを頼んでくれてさよ飲んだよな。誰とだった？ちょっと苦手、でもアルコールだからまあ飲める、もったいない。酒は酒、酒はね、100歳まで生きれるって。よかったね、あと50年以上。あ、違う違う、50年。私の予定ではあと20年から25年で計画だから。そうそうそう、 ね、はい、でもこれは100歳まで生きれるから、お酒で。あと20年、25年のためにお父さん道場を作ったから、違う、だから違うよ。だからこれは100歳まで生きれるお酒だから。あと50年もお父さんは何、そうね、そうね、生きれる。トレーニングしてるの。うわ、怖い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 。これ可愛くない？ほら、いかが？おいしいおいしい。ああ、マダイとかさ、ヒラメとかさ、スズキとか何してもおいしいね、白身だから。ああ、確かに。何してもおいしいね、だから。だからタラと同じような感じってことやろ。そうそうそう、タラも一緒で。特別な調理師が作るから、まあ、高いわね。まあ、確かに。あの、この辛い味付けで多分日本じゃ絶対にフグを辛くはしないじゃん。まあ、うん、だからそ素材をそのまま食べたいっていうことでしょ。さえ刺身、あ、今さやの中で一番これ。うそ、ティーギムとかよりもこっちがいい。これ辛い、美味しい。私、ティーギム安定してる。あの、このふわ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 感わかる。あったかくて、ペクセジュ厳しいな。なかなかこれは良さを分かるのは難しいかもしれないね。なんだよ、だって薬膳、薬酒だよね。薬酒でしょ、要は薬酒。やっぱいい、いいお酒っていうか薬草たちがいっぱい入ってるいいお酒で100歳まで生きれますよのお酒。あの、何、日本のさ、お塗装をさ、お塗装を飲んでる感じ。うわ、ね、今のうわ入った、今のうわ入りました。うわうわ、生だ。今のうわのはこの量が多いってことよね、多くね。ああ、ネギ、今ネギ、でもネギもあるけどこっちだ。いやいや、今うわって出たのはこの身の大きさ。身の多さ。日本もこのスタイルでドンドンドンってくるんだけど、こんな多くないじゃん。いやいや、そのこっちだよ、こっち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 よ、これも初めてスタイルですね。最初の刺身を見たらちょっとこう、もしかしてこれだけで1万円かなって思うけど、まあ、これトータル的に見たらやっぱり量も多い、量も多いし値段も安い。だから日本のリピーターが多いっていうのは分かる、ね、あ、分かる。あ、だって日本からも旅行客が来るって言ってたもん、ね、もう次からが多分 ここちょっと来ちゃう、来ると思うよ。いつもタオル買いにどうせここ通るんだから、絶対とんでもんね、多分絶対2年に1回絶対来るじゃない、新しいスポットが増えましたよね。増えたよね、あれ、ほれ、ジャジャンミョンとこれは新しい、ところになった ねでもあそこのジャジャンミョンはジャジャンミョンプラス肉があるから、肉がある、あれ、ここはもう肉もおいしい。これはフグっていう量が食べれる。本当にフグ楽しみたい時にはちょうどいい。だってあのね、日本でフグ料理って言って、あの、1人トラフグ1匹を部位を使うわけ。あ、で料理を、1人だ、ここそしたら何、1匹3、1匹で3万、2万7000円とかするってこと？そうそうそう、トラフグ1匹を刺身がどの部位を使うか知らないけど、刺身の部位、焼きの部位、唐揚げの部位で、鉄柱の部位、ちょっとじゃん。だからあの、1人、そうね、鉄柱、鉄砂、まあ鉄砂はもうちょっと多かったけど、鉄柱にした時に身が1人3切れぐらい、まあ、これぐらいになります。だからこの量はない。だからさあ、こんなぶつ切りでボンって出てくると思う。骨付きなんだけど、多分一匹を日本は調理するわけ、一人分として。多分いろんな料理でいる、結構何匹か使ってるような感じの量でしょ。ああ、違う、子供のやつもいたじゃん。で、天ぷらもあったよ、アギがいたでしょ。何匹か使ってるはず、まあ、2匹、例えば2匹分かもしれないけど、そしても値段的にそれだと匹数も多いし値段も安いってなる。だから日本人が、まあ、来たい理由はそこにあるかもしれない。多分そうだよね。だ、日本じゃこの値段じゃ食べれない、絶対。あ、あった、あれがカルビ唐揚げなのかも。あ、あれか。あ、カモサメだ。タシオルケヨーヨー。あ、これ、あ、ニンニクや。マヌルですか、マヌル。うん、ニンニクだよ。あ、白子だ。おお、お父さん白子大好物やん。大好き、白子大好き。お寿司屋さんでも必ず白子食べる。絶対白子食べます。白子大好き。またこれみなりじゃない？これもみなりですか？このスタイルはもうめっ、ね、初めて。
ちょっと写真撮っとこう。これはうまいだろうね。やちも撮せよ。それはこのみなりが美味しいというのが。このシャキカシャキ感が美味しいね。ねえ。みなりは추가돼요나중에다먹으면あ、食べたらまた追加してくれる。必要な時は言ってねだって。すげえな。すげえ。セリってさでもあんまりお粥以外で。いやセリはお粥、セリナズナっていうのはもうお粥のお粥のイメージ、まあ、ほんのちょっとでしょ。だからそのイメージしかないからこんなんして食べるの。いやもっと匂いが強いっていうイメージがあるからあんまり食べない。あんま食べない。いやあんまさ匂いやるの嫌いだし、ハーブ系も嫌いだし、こんな食べ方でまた食べるの初めてだよね。びっくり。あきゃこれこれはやばい。右手でつぐと量の調節がやっぱむずい。やっぱり左手、うん、匂いむずいね。白子白子白子。待って待って、その味はこのままの出汁でいけってこと。せや醤油つけて食べて美味しい。だってこれままも出汁がついてんねや。白子いきますよ。あーこの熱くない？大丈夫でしょ。あかんかんかん。熱い熱い。うん、これ出汁がうまいね。あーうまいね。これ本当に雑炊で食べないのっけ。雑炊でもわからないかな。ここにサルを入れるだけでしょ。こんなコースでいろいろ食べられて、これは腹いっぱい。昨日もですけど腹いっぱいですね。他の日本の子たちが来てもこれ喜ぶかも。これはポン酢で食いたいよ。ポン酢をもらっていいのっけ。ポン酢だけで食べたらマジ美味しいと思うよ。それ食べた食べた。違う、それは食べない。うまいよ。この前も食べてダメだった。あにあにあにえよ、こじっぷんサラミえよ。大好物だから一人で食べよう、うん、あ、これ絶対ポン酢がうまい。サザニムサザニムポン酢受精ポン酢うまいポン酢ポン酢。今も食べてみようかな。なんでこの食感が変わるかね。わかる。熱っ。ギュッてわかる食感が。とりあえずもやし。あーやっぱり一番これかも。じゃない、一番じゃない。まだ食べてない人に言わないの。ゼラチン質も感じれるし、これは一番、これは鉄柱が一番かも。あーほんとだ、風感満載。うん、そうやか。締めにさ、日本だったらお米を入れて炊くでしょ、うん、いやほらこの前ほら、今日のあほらあれあれカムジャタン、うん、カムジャタンもあれでしょ。ポックパンしてってこと。あ、ポックパンプンもしくはラーメンを入れるでしょ、うん、このここは締めは何かあるの。え、だってさこのさ淡白なさ、え、でも軽く卵さ、なんかさやはこのさっぱりで終わらせたら、こんなこと言っちゃダメだけど、あの量が違うもん。確かにこれにご飯まで食べれるお腹はない。普通はご飯まで食べてあー、うん、いっぱいだけどご飯まで多分たどり着かないよね。無理だよ。もうフグで腹いっぱいだよね。うん、雑炊みたいな。あ、やっぱそうなんですか。出るんじゃなくてできるよみたいな。できるね。春すいっそよってことでしょ、うん、でも今日のお腹の上流が あんだ無理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 だ。だからあれだよね、多分日本のフグのコースとは量が違う。日本のコースだとその雑炊まで食べてお腹いっぱい腹いっぱい。でももうこれで腹いっぱいだわ。日本だったらチョコ、うん、チョコで、あ、で、あ、ご飯も最後に、あ、まあ、ちょっと、うん、雰囲気もあって、うん、あ、OK。でもダーンダーンダーンって来られたらバババババお腹いっぱい。あ、ちょっと負けフグに負けるね。負けるね。でも順位が変わりました。はい、はい、お父さんの一番なんでしょう。はい、クエスチョン。鍋から天ぷら唐揚げ。あ、鍋から天ぷら、うん、ブブー。鍋天ぷら唐揚げ、うん、それかは一緒やん。鍋天ぷら唐揚げ一緒どどりってこと。ああ、まあ俺結局入れ替わったわけね。うん、お父さんのままじゃ鍋さやは違うよ。あ、じゃあ違うの。さやはどれに一番。ここで鍋天ぷら。あ、そっちで来る。これが一番に来る。うん、これ美味しかった。うん、一つちょっと違うのはこの湯引きのサイズ感が、うん、日本はもうちょっと薄いイメージがある。その、うん、身幅なのかそのゼラチン幅なのかよくわからないけど、それはでもこれも日本のあの多分倍は出てます。日本もチョコ、これもチョコ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 って。日本のフグコースでもこのプルコギやってみます。これ
前菜とかこうちょこ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 って出るから、こういう全てにおいてこういうダーンダーンシェアっていうのはね、確かにね。だからあのフグ刺しにしてもどっちかというと一人分分かった、喧嘩になるから一人分、だから先も喧嘩じゃんけんする羽目に、ああいうのはないわけ。あ、そうね、ちゃんと一人分、喧嘩しないで仲良く食べたい人は後悔なく平等に食べたい人は日本で食べてもらって、どうだって言ってあれだとほら、お前何枚食べた、お前何枚食べた、お前何枚食べたって、ああ食べ過ぎ食べ過ぎってなんでしょ。日本スタイルだったらそれないわけ、うん、マイペースで食べるでしょ。こらあれは腹いっぱいだな。でもこんなニンニクが入って、あニンニク入ってる割にはさっぱりしてるよね。うん、ニンニクも入ってた、あの野菜だ、みなり、あ多分あれじゃん、セリのおかげでってこと、多分ただにむみなり中華女性よ。あー、うん、中華いお前、うわ、Thank you イムリダー、 Thank you イムリダー言いますか、ちょんあちみ、ちょんあちみえよ、ちょんきゅうみだ、聞いたことない、ちょんちょにょぐいえよは言えないでしょ、ない、オプソ、何、どこから来た、出生どこ、あで朝ちょん、ちょんあちみえよって言うじゃない、ちょんしみえよって言う、え、だってさ、英語でさ、Thank you ですって多分なんかつけないやろ、前に、確かにでしょ、いやいや、まあじゃあ、まあじゃあ、まあじゃあ、でもドラマで言ってたよ、ちょんあちみえよ、あ、そうじゃん、なんとか、なんとしてでも敬語にしないと、チャルモッテスメが、なんとしてでも、なんとしてでも敬語にしないとって言いながらも、ああ、用が出ない、なんで用がつかない、なんで用がつかないかな、用、用、何々用、用、これご飯と合うよね、頼めばご飯、いや、ちょっと食えないですかね、汁だから酒に合うわ、これダイレクトでいいって言っちゃ いいの、ダイレクトでいいよ、別に二人食べてもその混ぜ混ぜさえしなきゃ、乾杯してからです、うん、あー、今日もあるかもさまにだ、100歳までいきます、うん、だって100歳週だから100歳、お父さんの計画ではあと25年の計画だってしてるんだけど、その倍だから、안녕하세요세돌아가합니다항상제비디오를보고주셔서감사합니다우리집에트레이닝그룹입니다항상여기서트레이닝이있습니다